フラットアース説を知ってから宇宙関連のニュースであったり話がすごく疑わしいなと思うようになってしまってるんですけど、今回また新たな疑問が湧いてきたというか、まあ、火星についてなんですよね。かなり火星っていうのは怪しいんですけど、まあ公式ではNASA が火星に探査機パーサビアランスかパーシビアランスを送り込んで、で、そこでいろんな写真であったりとか、サンプルを採取してとかいろいろやってるんですけど、その写真を見ると、空が写ってるんですよ。で、ここにどうしても疑問が湧いてしまうんですよね、火星の空。それはどういうことかというと、火星っていうのは公式では気圧が地球の100分の1であると。空気もほとんどないとされてるんですよね。で、二酸化炭素が多いと。そういう状況なんですよ。しかし、空が結構明るく、まあ地球と比べて遜色ないぐらい明るい空が映っていて、ちょっと赤っぽく、赤っちゃけてるというか、そういう空なんですよね。で、その辺をちょっといろいろ調べてたんですけど、なぜ火星の空の色がこう赤く見えるかっていうのの説明としては、砂を巻き上げてるんだと。火星はすごく風が吹いていて、上と下との温度差が激しいので、砂を舞い上げてるんだと。だからその砂が舞い上がることによって赤い波長が拡散されて赤く見えてるんですよと。そういうような説明になってるんですけど、これ説明合ってんのかなとなるんですよ。空気は地球のほとんど、もう100分の1とかいうレベルですよね。気圧がもう100分の1と。人間はまあ暮らせないですよね。ほとんど宇宙に近いぐらいの地球で言えば、めちゃくちゃ高度が高いところ。エベレストとかとよりももっともっと上の方ですよね。エベレストは一応酸素なしで、登山する人がいるので、人間はまだ空気吸えるんですよ。もっともっと上空と同じぐらいの気圧なんですよ。そういう場所の空っていうのは黒なんですよね。まあ、富士山とかいうレベルでも、3000メートルぐらいの高さの山にも登ったことある人いると思うんですけど、空がめちゃくちゃ青いって気づくと思うんですよ。それがもっともっと高度が高くなっていくと、どんどん青さが濃くなっていって、紺色とかになっていって、最終的に黒なんですよね。宇宙が黒っていうのと同じで。これ空気薄いからなんですよね。地上の空が青いのは空気があるので、その空気が光の中の青い光を拡散させることで空が青くなってるんだと。青く輝いてるんだ。しかし、その光を拡散させるための空気がないので、本来黒く見えるはずだと。しかし、まあ説明によると、砂を巻き上げてるから赤っぽく見えるんですよと。ちょっと待ってくださいとなるんですよね。砂嵐の動画とか映像ってあるんですよ。砂嵐がブワーって迫ってくるやつですよね。あれ遠目に見ていると、確かに茶色い砂漠の砂がブワーってなってるなっていうふうに見えるんですけど、それが近づいてきて飲み込まれると暗闇になるんですよ。夜、もうほとんど夜って言っていいぐらい真っ暗になるんですよね。なぜなら砂の粒っていうのはいくら小さくても光は多分遮ってしまうと思うんですよ。透明のそのガラスのような粒子じゃないと思うんですよね。光を遮る粒子だと思うんですよ。それを巻き上げてそれが赤くなってるっていうのはちょっと無理があるんじゃないのかと。それにしては火星の様子が明るすぎると。砂を巻き上げたとしたら光を遮ってしまうので、もっと暗いはずだと思うんですよ。厚い雲がかかっても今にも土砂降りになりそうと、ゲリラ豪雨が来そうみたいな、そんな風な暗さになってるんならわかるんですけど、ものすごく明るいんですよね。で、空がめちゃくちゃ明るい、なんていうんですかね、白っぽい、パステルカラー調のピンクっぽい色というか、そういう空の色なんですよ。なんか矛盾があると思うんですよね。空気が薄いなら、空は黒になるはずなんですよ。上の方の、その高高度気球で撮影した動画とか、YouTube にあるんですけど、それで360度、全部、全方向カメラを自分で向けれる動画とかあるんですけど、もう20キロぐらいの地点で、上にカメラ向けたら真っ黒なんですよね、空。地球であったとしても。でも20キロなら、まだ気圧は火星より地球の方があると思うんですよ。でも、もう空気がほとんど
薄くなってると空は黒くなるんですよね。しかし火星の空は明るいんですよ、めちゃくちゃ。これがやっぱり疑問なんですよね。砂を巻き上げてるからだって言うんですけど、砂は地球でも砂漠に行けば巻き上げるんですよ。そう巻き上げると、もう暗闇になるんですよね。真っ暗闇というか、砂嵐に巻き込まれるともう夜中のように真っ黒になるっていうんですかね。それぐらい砂粒っていうのは光を遮るものだと思うんですよ。だから説明がなってないというか、その写真が本物か嘘かわからないんですけど、この説明がちょっと違うんじゃないのと。本当はもっと空気あるんじゃないのと、実は。それか、全くの嘘か。これのどっちかですよね。空気がもっともっと本当はあって、地球並みに空気がある。で、空気が拡散するから、ああいう明るさになってると。それならまあ、理解はできるんですけど、まあ、僕らが教えられている火星とは違う。火星は実は空気があって人が住めるかもしれない。しかしそれが隠されてるっていうことなのか、もしくは火星に行ったそのものが嘘。さらに言えば、フラットアース説で言ってるように、宇宙そのものがでっち上げである。まあその辺のどれかなのかなと。まあそういう疑問が湧きましたっていう話でした。以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。